おはようございます。セブライフの友です。純血の母豚購入ということで、この度義理のお父さんがね、純血のランドレースというね種類の血種の母豚を購入したみたいですね。はい。でこちらがその子で、ちゃんとこういうバッジみたいなのもついてて、ペケファームというところから買ったようです。でこれをね、これがその血統証明みたいな、なんていうのかな、まあちゃんとした母豚ですという証明の紙もあって、それも撮影したので、どうぞ。ペケファームから買ったみたいですね。大きいファームから120キロでちゃんと記録されてるナンバーもあって、すごいな。ピュアブランドって言って、純血のランドレースの母豚みたいですね。はい、ということでね、こういう感じでシリアルナンバーなんかナンバーもあって、こういう風にタグもついてて、ここに番号も入ってるのは13番、まあ13頭ぐらい生まれた子のうちの1人とかなのかな。はい、だそうですね。はい。で気になるお値段ですね。今まで自分たちは、まあ、今までね、自分はなんていうのかな、この純血とかじゃなくて、まあ、現地でね近場の豚屋さんとかで手に入る混血っていうのかな、まあ、いろんな血が混ざって何の血かわからないような母豚というか子豚を買って母豚にして、育て上げてきて、まあ、この母豚とかそうですよね。そうなんですが、まあ、その豚はね、もちろん肉豚っていうのかな、まあ、肉出荷する用の豚として育てるっていうやつなので、値段もその出荷する豚と同じ値段で買ってました。例えばね、まあ、これぐらいの子とかだと、まあ、100キロの母豚を買ったとすると、まあ1キロ300円だとしたら3万円、はい、ぐらいでね、買えます。現地近場では普通のね小さな養豚場同士では、ただね、こういう大きな養豚場から純血のランドレースとかね、純血の豚を買うってなると、果たしていくらになるのかというとですね、この子なんとお値段約7万円です。倍以上、めちゃくちゃ高い。はい。で7万円するんですが、体重がね120キロなんで、まあ生後はねまだ、6ヶ月ぐらい7ヶ月ぐらいなので、もう少しね種付けはするにはもう少し先なんですが、それぐらいでも7万円します。めちゃくちゃ高い。うん。まあですがね、これはもう義理のお父さんのまあ決断というかね、まあ、義理のお父さんは昔はね本当に純血のランドレースしか母豚がいなくて、種豚も純血の、デュロックかしかいない状態で掛け合わせてね、すごくまあなんていうのかな、育ちが良かったりとか、育ちが早かったり体が大きかったりするね血を使って早く出荷して回していたそうなんですが、その時のね状態に戻したいみたいでね、戻すようで、なのでまあ値段は高いですが、まあ本当将来の希望というかね、うん、これから先ね、もう少し大きくなっていく養豚豚小屋のためには必ず必要な選択というかね、決断という感じですね。はい、よいしょ。でペケファームっていうところなんですが、まあここからね、車でまあ3、40分ぐらいのところにあるファームですね。うん。ちなみに義理のお父さん、昔は純血のランドレースを隣の島のねでかいファームから買ってて、その時も1頭あたり7万8万円ぐらいで、20頭とかね、最初にここ始めた時は30頭だったかな、オーガーと送ってもらったみたいですね、買ったみたいです。30頭が8万円なんで240万円、すごいですよね。うん。でこの小屋も建てて何百万もして建てて始めたみたいですね。まあ、その時はねもちろん餌も安かったりして、回転もねすごく良かったので、すごいね景気が良かったみたいですね。うん。だからその時の状態に戻したいのかな。うん。本当に自分もね、まあ遊びに来るだけですが、これからねこの豚小屋がどれぐらいね
進化していくのかが楽しみです。この子にも期待だし、種豚くんの活躍にも期待ですね。種豚くんとこの子が純血が混ぜ合わさってね、どんな子豚が生まれるのか、果たして成長がどんだけ早いのかとか、体格はどうなのかとかもね、すごい気になるし、めちゃくちゃ楽しみです。はいはい。で、純血のね、隣にね、この紫の新しいね、ちっちゃい母豚がいるんですが、この子はね、この子もギリムドさんがね、新しかった母豚ですね。で、この子はね、どういう母豚かっていうと、純血のランドレスと純血のディロップという種豚から生まれた、豚になります。で、まあ、日本で言うとね、多分ね、肉豚っていうのかな、か出荷する豚になるので、母豚とか、種豚として使ったりはしないと思うんですが、ね、義理のお父さんはまあ試しにね、純血同士で生まれた、もう血が分かっている純血のランドレスとディロップの後輩で生まれた子を母豚として、買ったみたいですね。はい、でこの子は値段が、100キロぐらいだったかな。で、3万5000円ぐらいだったみたいです。はい、なのでね、この純血のランドレースから生まれる子豚の、まあ、成長具合とか、あとはね、この子の、純血のランドレースと純血のディロックから生まれる子豚のね、まあ、成長具合とか、まあ、どれだけ、妊娠しやすいとか、まあ種付けの数が少ないとかね、そういうのも比較してみるみたいですね。はい、ということで、またねだらだら話しましたが、今日は純血の母豚購入ということで、バッジのついたね母豚をなんと7万円で、購入したという動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。